なるべく早く離れようと。そうだね、もう少し山を登ってみよう。あ、みんなちゃんと休むように。持ち寄った情報を整理しないか。相談があるんだけど。相談があるんだけど。衛生管理も兵士の義務だ。強くなった実感があるよ。Thank you.
当然だ。セリオスアネモネ、インビリア山脈に咲く希少な花から抽出している。なんだよ、趣味あるじゃん。実益も兼ねている。ふん。実益になったようだな。何よりだ。あ、知ってたのか。僕も同じだからな。え？武器を収め、仲間の顔を見回すといつも安堵する。これで今日は終わりだと。そして明日を考えると不安になる。明日も同じ顔が見られるだろうか。僕はここにいるだろうか。刻印のが楽だよね。いつかわかる。でも戦いは、その時が迫ってもそう思えるだろうか。僕にはわからない。僕たちには想像することしかできない。そこにあるのが満足感なのか、恐怖心なのか。怖いのは嫌だな。僕もだ。だからこそ、力任せに一気に駆け抜けた方がいいんじゃね。いや、メビウスの襲撃を受けやすい場所は避けた方がいいって。おそらくだが、ここ一帯を掌握しているのは以前僕が所属していたコロニーだ。本当か？体温、昨日のレオニスは。ああ、コロニーラムダのものに間違いない。もしかして結構危ない状況？タイオン、ここ詳しいのか？掌握作戦に参加したことはある。何かいい案でもあるの？それはタイオン、確かそれなりの規模の行動があったはず。いいんじゃねえか。敵はやってくるかもしれんが、地下に潜れば少なくとも大掛かりな鉄巨神に襲われることはね。行動、興味津々も。お宝が見つかりそうも。まままま、ま、それが最善みたいだな。しかしだな、長い間使われていないものだから当然落盤の危険もある。いざという時の逃走経路が限定されるというリスクも。いやいやいや、言い出しっぺはお前さんだろ。なら他に策があんのかよ。それともここでずっとテント暮らしを続けるか？それは。はいはい、そこまで。どのルートを取ってもリスクはついて回るんだし、ここは少しでも楽と思える選択をしましょう。悪い方に考えないで、前向きに考えれば自然と道は開けるわ。ミオちゃん、急にどうしたの？年長者としての存在感を示したいんだな。けなげだね。そこうるさい。よし、行こう。目的地は行動だ。あ、ちょっと待って。別のところに向かおう。ここからでも体験が見えるね。でも先はまだ遠そう。ここってどんなところなんだろう。あ、
君は。あ？その根拠のない自信、分けてもらいたいくらいだ。あれこれ屁みたいな理屈をこねくり回して、結局動かねえより何万倍もマシだろうが。誰のことを言ってる？さーてな。自信なんてねえよ。俺は動かなきゃならない。そんだけだ。意味がわからん。お前さんだって動かないなりの理由があんだろ。怖いのか？ノアがな、よく言うんだよ、背負い込むなって。俺が動かなきゃいられない理由わかってんだよ。あいつ間違ってるって言ってんだ。そう言われてもな。ただそうにもその相手はもういねえ。だからこれしかできねえ。お前さんだって似たようなもんなんだろ。ま、でもよ、お前さんのその慎重なとこ嫌いじゃねえぜ。言ってることがさっきと真逆だが。前言撤回ってやつだ。これはいいもんだろ？んだよな。呢度嗰個國家又係叫恩維迪亞。この先も何があるかわからない。慎重に進もう。当然だ。急ぎ抜けたい。この辺りは鉱石やジムストーン、お宝は全部いただいていくもん。桃、リクのテンションが高いですもん。ジェムストーンは使い道が多い。リクが楽しそうだからびっくりしましたもん。そう、まあ趣味みたい。マナナは料理が好きですもん。それは知ってるもん。リク好みのジェムストーンを見つけたら拾っておこうか。ついででいいもん。使い道はあるからの。ついでなんてらしくねえこと言うじゃねえか。ノポンは戦わないもん。でも
お荷物になるのはごめんも。マナナたちも戦えたらお荷物になりませんも。そんなこと気にすんなよ。いや、マナナたちもインタリンクできたらきっとお役に立てますも。そんなことができるならとっくの昔にやってるも。そうだな。ひとまず行動を抜けるのをさ、俺たちにとって役立つものなら。分かったも。しゃあねえな。なんつまで。お前に恩を売っとくのも悪い。もうどうす。別のところに向かおう。別のところに向かおう。別のところに向かおう。対処するか。私が相手だ。助かった。リムーブスプラッシュブラッド。来た。私が相手だ。ありがとう。崩れ
し周りを見てみようか。ああ、それがぶりだったよ、セナ。私の力見せられたみたいだね。こいつを使わせてもらおう。何かお腹に入れておこう。強くなった実感があるよ。
がりくだな。これぐらい朝飯前。よし。